ですけれども、前回の動画で挙げましたビッグサイトで行われたデザインフェスタ59の戦利品であるクラゲのコースターを今回は使ってみようと思います。では早速開けていきます。開封の儀。ちょっとテープがコースターに貼り付いちゃいました。まあでも動画じゃわからないですね。オッケー。はい、ということでこのコースターを販売しているところの X を見たら、こういうコップに水を注ぐとクラゲが立体的に見えるそうなんです。下が白くてわかりにくいので、少し色がついているところに置いてやってみたいと思います。抹茶の要領で3回回す。はい、ではセッティングできたので、お水を注いでいきたいと思います。うちにあった 500ml ペットボトルが炭酸水だったので、ちょっと泡が目立ちますかね。水を揺らすとクラゲが揺れてるように見えますかね。真上から見てみましょう。光って見えないですね。この角度でどうでしょう。クラゲがプカプカ浮かんでるように見えますか。やっぱり炭酸水がダメでしたかね。気泡が多くてあまり浮いてるように見えないかもしれないです。気を取り直しまして、こちらはクリオネグミです。今グミがブームらしいんですが、こんなに可愛いグミが売ってました。一時期クリオネもブームでしたよね。はい、可愛いクリオネの形をしています。コースターにこのグミを置いてグミ皿にしたいと思います。あう、やっぱり海の生き物同士ぴったりですね。はい、ではもう一匹、こちらのクリオネなんとバッカルコーンしちゃってます。かわいい。はい、もう一匹は普通のクリオネちゃんですね。なんだかクリオネがクラゲに捕食されちゃってるみたいですね。水洗いもできるので、海を乗せて楽しむのもいいかもしれないです。ということで、もう一種類スイカグミ、今度はスイカグミを置いていこうと思います。色合いが涼しげでとっても夏っぽいですよね。そうです、チェックメイト。お友達や兄弟とシェアして食べるときにこうやって出して食べると可愛いですね。通販でも販売しているようなので、増やしてもいいなって思っちゃいました。今回の動画はいかがでしたか。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。